のラインナップに画期的で独創的なシューティングブレイクコンセプトを実現したクラブマンが加わりました。シューティングブレイクとはイギリスで狩猟に使われる車のこと。ノーマルのミニと比較して24センチ延長されたそのスタイルはスポーティーなイメージと機能性の高さを実感させます。ミニクラブマン最大の特徴が革新的なドアコンセプトです。通常の2枚のドアの他に車両右側には逆方向に開くもう1枚のドアが追加されています。またリアには左右観音開きのバックドアがあり、そこを開くとミニとは思えない広々としたラゲッジスペースが顔を出します。ボディが延長されたとはいえミニらしい走りは健在。ミニクラブマンにはターボ、NA、2種類のエンジンバリエーションとそれぞれに6速のオートマチック、マニュアル、両方のトランスミッションが用意されています。ミニの持つキャラクターはそのままに大きく機能性を向上させたと言われるミニクラブマン。今回はその魅力を検証します。ミニクラブマンはミニがちょっとストレッチしたような感じでね、このね登場を待ちに待ってた人もいると思うんだよね。でも1960年代に初代ミニにもね、このコンセプトを持つ車があったんですよ。カントリーマンっていう名前だったんだけれども、木枠がついてる、あったね、あったでしょ、懐かしいね、で、まあ、さっきの、ね、VTR の中でこれ、これねすごくこう、個性的な車として人気あったんだけれども、もともとさっきシューティングブレークっていう名前が出てきたんだけれども、狩りにさ、行くのに4ドア必要ないでしょ、でもなるべく小さい方がいいな、でもその撃ったね、獲物とかライフルとかを置く場所は欲しいっていうんで2ドアのステーションワゴンみたいな感じ、それが、シューティングブレイクって言われてたんだけれども、それを現代によみがえらせたのがこのクラブマンということになりますね。そうね、だからこの車は特徴的なのは運転席の後ろにこうちょこっとしたドアがついててね、そうこれがまた特徴だよね、これね、確かにこのドアがつくことによってリアシートへの乗り降りっていうのはね楽になったから、ファミリーにもいいんじゃないかななんて思う人もいるんだけれども、実はやっぱり僕はこの車ってカップルが依然として中心だと思うんだよね。でというのも右側にしかついてないっていう時点でね、縦列駐車なんかやるときでも、車道側に乗るようにしなきゃいけないなんてことも含めると、やっぱりそのファミリー向けにこれが登場したって思うとちょっとこの車の解釈として間違っちゃうのかもしれないね。ただこれがカップルがね、アクティブに遊んだりとかそういうライフスタイルとしてこの車を求めるんだったらよりユーティリティが広がったと見るべきだよね。だから今はね、日本に狩りなんかする人いないですよ、もちろん。だから現代的に考えるとそれがねボディーボードだったりスキーだったりゴルフだったりとか、そういうふうにこうアクティブなライフスタイルを送る人たちのために出た、ミニと言ってもいいんじゃないでしょうかね。なるほどな、さあじゃあクラブもじっくり見ていきましょう。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。さあこの試乗はどこまで行きましたか。今回試乗会という形じゃなくて、我々独自に車を借り出して、横浜から首都高速湾岸線を通って、お台場まで行ってね、だから高速道路と街中両方乗ってきました。いいね、で乗ったグレードなんだけれども、実はこの、クラブマンは NA の、モデル、それからターボのモデル、クーパーとクーパー S っていうのがあるんだけれども、その高性能版のクーパー S 乗ってきました。 VTR どうぞ。今日はミニのクラブマンに乗ってます。で乗ってるグレードなんですけれども、クーパー S という 1.6 リッターのターボ、170馬力ですね。この車、当然出力が高いということもあるんですけれども、一般的な普通の自然吸気の
クーパーよりも硬い足がついてます。で乗ってるとやっぱり相当ね、これは上下の揺すられとか、あとその段差乗り越えた時のゴツンとくる感じとか強いですね。であのタイヤがまたランフラットというパンクしても走れるタイヤなんですけれども、これがやっぱり硬いんですよ。でそういうこともあって乗り心地的にはある程度の割り切りが必要で、それ割り切りってどういうことかっていうと、まあ、このミニのクーパー S っていうのは硬いもんなんだと。昔のミニ、クラシックミニの高性能バージョンも相当硬い乗り心地だったんですけれども、まあそれをなんていうのかな、硬さを楽しむ、なんかそういう人にはこれ勧められますよね。逆にもっと快適に現代の車らしい快適性を味わいながら乗ろうという場合にはクーパー S ではなく普通のクーパー、そっちの方がおすすめです。このクラブマンは普通のミニに比べてホイールベースが8センチ、まあ、全長でいくと24センチ伸びてるんですけれども、まあ、フロントとリアのタイヤの間の距離、これが8センチ伸びてるんですね。でホイールベースが伸びるということは、まあ、一般的に言って乗り心地が良くなる方向です。で確かに乗っててこれピッチングは普通のミニよりも明らかに良くなってますね。でまあ、乗り心地はこれ確かに硬いんですけれども、速度が乗ってくるとフラット感が高まってきて、でさらにその高速道路っていうのはそんなに荒れた道がないもんですから、相当これは乗り味としては質感が出てくるっていうんですかね、速度を上げれば上がるほど乗り心地は良くなっていて、ミニが本来持っているなんかこうコンパクトカーなのにすごく上質だよねっていう感覚が強まってきます。まあ、ホイールベースが8センチ伸びたっていうことはピッチングの減少だけじゃなくて直進安定性にも貢献してます。今日はすごくよく晴れていい天気の日なんですが風が強いんですよ。でこういう風の強い高速道路っていうのは、まあ、ちょっとこう気を抜くと進路が乱されるわけなんですが、このミニはこの直進性、コンパクトカーとはちょっと思えないような、もうしっかりとまっすぐ走ってくれてます。でこの辺りっていうのはやはりそのヨーロッパの小型車の特徴なんですけれども、とにかく高速道路に強いということが、まあ、このミニの特にクラブマンには言えますね。ミニっていわゆるゴーカートハンドリングなんて言われることが多くて、まあ、ステアリングに対するこの車の動きがとにかく俊敏なんですね。こうちょっとこう切ってみると、これねやっぱり相当俊敏ですね。で特にこのクーパー S の硬い足回りだと、このミニが持っているゴーカートハンドリングというのがすごくこう色濃く残っている。ホイールベースが伸びるとやっぱり安定方向に車行きますから、動きの、まあ、シャープさっていうのは失われる方向性なんですけれども、それでもまだこれ相当シャープな動きをしてますね。今高速道路で流れに乗ってゆったりと流していますけれども、ここからアクセルを踏み込んでいく、じわっと踏み込んでいくと、これ6速 AT なんですけれども、6速のまんまぐーっとこう力強く加速していきます。これトルクがなかったらすぐにキックダウンが起こって5速なり4速なりに落として加速をしていくということになるんですけれども、トルクがそうですね、もう2000回転前後から結構出てるんで、もう6速のまんまいい感じで加速していきますね。これもやっぱり 1.6 リッターの NA ではなかなか味わえない、それからまあこのミニの上質感っていうのを一つ表す、まあ、一つポイントになってますよね。240ミリ長くなったとはいえ、まあ、運転席から前ですね、前方というのは普通のミニと全く変わらないんで、取り回しの感覚はほとんど変わりません。まあ厳密に言うとホイールベース長くなってるんで、その小回り性とか若干低下してるんですけれども、ただ全長は4メーター以下ですし、それからこれねミニって意外とこの車両感覚つかみやすいんですね。ガラスエピラが立っていて、でなおかつそのフロントのフェンダーが
ちょっと見えるんですよ。そんな感じなんで、あの交通量の多い街中とか狭いその路地とかそういうとこ行ってもこれはねすごく扱いやすいですね。この 1.6 リッターターボと6速 AT の組み合わせ、僕はこういうフィーリング大好きなんですよ。基本的に下からグッとトルクがあって、そのトルクがしかもフラットで、でそれに組み合わせる AT が、まあこれ AT って言っても結構切れ味が鋭くて、いわゆるそのトルコンのスリップっていうのを極力を抑えてるんですね。だからすごくダイレクトでルーズな感じがしない。これはあのヨーロッパの人が好む、マニュアルギアボックスライクなオートマチックですね。インテリアのクオリティはすごく高いですね。まあ値段が高いんでこれでクオリティ低かったら怒っちゃうんですけどね。ただあの本当にその各スイッチ操作した時のカチッっていう感じとか滑らかな感じとかっていうのも相当練り込まれてますし、あとなんといってもデザインが真ん中にねドーンと大きなメーターを置いて、そこの下にデジタルの表示部を作って、でオーディオの操作権もそこにまとめちゃうとか、それからまあステアリングの奥にあるこのタコメーターとか、そこら辺のそのデザインがやっぱり洒落てますよね。この辺り、それからダッシュボードなんかこう触ってみても、普通そのコンパクトカーではなかなか、日本のコンパクトカーでは使わないソフトパッドを使っていたり、このシボの感じもすごく精密だったりと、ですからそのクオリティとそれからデザイン的なこの遊びみたいなものが一体になってるんで、見に行ってその結構ポップなんだけれども大人っぽい質感が高いんだよねという感じを出せるんでしょうね。まあ十分ミニの気持ちよさを残した感じでね、でも乗ってて、僕が映ってたでしょ、ちょっとこう、こういう風になってるんだ、これはね、あの昔のミニ乗りからすると、ああいう味を残しといてくれて嬉しいっていう風になるらしいんだよね。で僕はその硬さを楽しむって言ってたのはそういう意味なんだけれども、ただそのやっぱり普通の感覚でいくと硬いんだよね、路面が荒れてきた時の。でそういう意味ではターボではない、クーパーの方、ああ横にあるやつね、こっちの方が足も柔らかいんで、すごく快適に乗れる。でその分どうなの、そのいわゆるゴーカート感覚っていうのは少し薄れちゃうんじゃないの、それは薄れちゃうんですね、だからその本当にミニをとんがった車として、存在がとんがってるんだけれども、走りもとんがらせたいんだったらもちろんクーパー S だし、そうじゃなくてその雰囲気だけを楽しみたい、で走りはもうちょっとこう落ち着いて乗りたいなっていう人は、その普通のクーパーを選ぶといいし、そこら辺はまああの僕らが勝手にというかまあ好みで選べるようにラインナップされているんで、まあ親切かなと思いますよね。ああなるほどね。で燃費が 10.4、そうですね、あのまあ大体1015の7掛けなんで、まあそんなもんなんだろうなと思うけれども、まあ10キロをどうなんだろうね、いいんだか悪いんだか、ターボでこれだけのパフォーマンスあるということを考えると、まあ、そこそこ悪くない数字ですよね。なるほど。あとはね、この後ろの使い勝手であるとかね、それからまあドアのこう開いた時の感じとか、そういうのはまたね、後ほどこうインポーターの方に、来ていただいて、ゆっくり話を伺いましょうか。ではここからはね、 BMW 株式会社ミニディビジョン本部長伊藤雄一郎さんにお話を伺いましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずじゃあなんでこれをできたの。そうね、そもそもこのクラブマンというのがどうしてこう生まれてきたのかっていうところからお話しいただきたいんですが、そうですね、BMW グループがミニを実際に発売したのが2002年から国内ではですね、なんですけれども、当時からすでにそのミニというブランドをどういうふうに育てていくかっていう長期の戦略がありまして、でそういう時にまあ私どもどうするかというと、まず過去を紐解いていくんですね、で過去にどういうあのモデルラインナップがあったのか、でそれらを今の世の中に蘇らせる上で一番そのミニらしいモデルはどれかというのをまあ当時から検証してまして、で比較的早い段階から当時存在したカントリーマンという、後ろをちょっとストレッチしたですね、伸ばした、車を、開発しようと。で、要は顧客基盤を拡大していきたい、それから販売台数を伸ばしたい、そういった戦略がまあベースにあって、で、まあ
復活したミニのハッチバックから6年を経て、今回クラブマンをご紹介させていただいているということですね。カントリーマンっていうのは木枠がついてて、はい、あれすごく人気あったじゃないですか、はい、でそれにするという計画はなかったんでしょうかね。デザイン上の、モチーフはですね、カントリーマンによってますけれども、実際に木というのは一部の国でやはりその法的に使えないんですね、外装には、なるほど、はい、ですのであくまでも今回ご覧いただいているようにそのリア部のですねシーピラーと言われるところを、ボディとは別色の色に乗ってその木枠のイメージというのをデザインの上で蘇らせているということですね。確かコンセプトが2005年のフランクフルトでしたっけね、はい、最初に出てそれが東京にもちょっと形を変えてきて、はい、反応はどうだったんですか。いやすごかったですね。逆に当時販売していたハッチバックを皆さんにご覧いただくためのモーターショーだったんですけれども、やはり圧倒的にそのコンセプトカーの方に人気が集まってしまって、でも逆にそれで私ども非常に自信を深めたということはありますね。そのミニがやっぱり世界中で大ヒットしましたよね、はい、で日本でも大ヒットしていっぱい売ってると、はい、そろそろ見慣れてきたかなというところにいいタイミングで出てきましたね。そうですね、非常にそのなんていうんですかね、最初にミニに2002年当時に飛びついたお客様、うん、でやはりこれらのお客様がですね、この間新しいハッチバックを出しましたけれども、わざわざ買い替えるほど変わってないですからね。見た目があまり変わってないと、うん、そういう方々からの問い合わせが非常に多いですね。この特徴やっぱりこの第3のドアだと思うんですけれども、うん あれちょっと開いてみようよ、うんね、これが要するに、この車の一番大きな機能上の特徴になっていると思うんですけどね、うん、そうですね、機能ももちろんですけどやはりデザインですね、うん、後部座席への乗降性ということももちろんありますけれども、うん、というよりはこのままいけるもんね、ブランドがですね、うん、すごいよこれ前倒さなくても別にそのまま僕で入れるからね、そういう意味では利便性はかなり高まってますよね。そうですね、うん、はい、後ろも広くなってるんじゃないか、うん、膝周りがもう若干相当違うね。でもね、原骨半分か一つ近く違いますよね。そうですね、背の高いドイツ人でも膝の前余りますので。ああ、ホイールベースが8センチ伸びて8センチがそのままリアのスペース拡大になってるんですね。これはでも確かにそうだね、非常に便利だね、うんうん、でもそれなんかその、うん、ドア見るとなんか思い出さない？コモさん。これタントっぽいね。タントっていう。そうですね。実際に私どもグループの中でロールスロイスというブランドをやってるんですが、うん、ロールスロイスのやはりドアというのはこういう両開きになってまして。そりゃそうだよね。タントではなくロールスロイス。そりゃそうですよね。ロールスあの雰囲気じゃないと困っちゃいますよね。でもこれがね、ドアが右側についてますけど。はい、左側にツイスターが日本の場合はいいんじゃないっていう声もあるんじゃないですか。一部ございますね、うん、やはりお客様からなぜ左側についてないんですかというお問い合わせいただきますけれども、実際にお使いいただくとかなり実感していただけるんではないかと思うんですが、運転席側についていることによって、うん、その利便性というのは大幅に向上するんだということがですね、うん、お使いいただけるとよく分かる。なるほど。要するにだからファミリーとして使うのではなく、うんうん、フロントの人を中心に考えるとそっちだっていうことですかね。そうですね。例えば今までのような完全な2枚ドアだと、ちっちゃめのスーツケースとかね、仕事用のこう書類入れ持っててポンと後ろに行けないですもんね、はい、こうね、一回前に倒さなきゃいけないから、その分確かにビジネスユースにもできるよね。でなんかシート畳んどいたらそこからその例えば打ちっぱなし行った時にゴルフのね、うん、キャディバッグ、なるほど、こんだけスペースあれば行くね。あ、うん、後ろをちょっと開けてみますか、うん、後ろがこれ観音開きなんだよね。これ観音開きはやっぱり、昔のカントリーマンのオマージュですね、そうです、はい、うん、所さんすごいよほらこれダンパーで、それガスが入ってるね、ダンパーがついててね、ガスのこれはプレミアムだね、お金かかってるね、うん、やっぱりロールスロイスよ、はい、意識しないとね。でこれをワンプッシュそして押すだけで平らになると、うん、そうだね、これだと横にさ、そのまま今までキャディバッグ積めなかったから、これでようやく斜めにキャディバッグがドンと入る、うん、だとすると確かに前のドアからもキャディバッグをスルスルとも出せるし、うんうん、で2人でゴルフ行くんだったらドンドンでもう荷物わっさり積んで1週間ぐらいゴルフツアーに行けそうですね。これそうですね、お二人でしたらかなりの荷物が積めると思います。ただ20何センチこう何車の長さが伸びたほどは荷物が増えてない、うん、そうですね、やはりそのユーティリティ性を上げるための
デザイン変更ということでは今回ありませんで、むしろやはりミニとして他にないユニークな製品を出していこうという発想でやってますので、まあユーティリティ性ももちろん上がってますけれども、それよりも何よりもミニらしいその両開きのドラであるとか、そういったものをデザイナーは一生懸命作ってきたという。だちょっと大きくなってるんですよね。大きくはなってます、はい、あの今260リッター容量ございますので、かなりの大物も後部座席を倒せばですね、普通のミニが確か160だか170だかそんなもんですよね、はい、だから100リッターくらいは大きくなってると。まあでも大きくなったとはいえね、例えばフォルクスワーゲンのゴルフなんかと比べればまだまだ小さいんで、そういう意味じゃ実用車ではないのかもしれないですね。あの実際に今お買いに来てくださっているお客様の中では圧倒的に多いのはやはりその趣味で道具を使われる方、例えばボディーボードであるとか、あとペットのですねサークルといいまして、あ、なるほど、あのワンちゃんを乗せるケージですね、あちらにやっぱりワンちゃんを乗せて週末一緒にちょっと遠くまで散歩に行くと、なんかちょっとリッチなライフスタイルじゃないの。そうですね、やっぱりこれ買ってる人ってその平均収入高いんじゃないですか。あの比較的高い方だと思います。あのただあの今私どもでご用意させていただいている残価設定型のローンを使いいただいて、あの若いカップルですとか、にもお買い上げかなりいただいてますね、やっぱり若いカップルが車を買うとなるとね、ただこう見えだけでかっこいいだけで車買えないじゃない、やっぱりどっか行く時にも使える車じゃなきゃいけないから、そういう人たちがどうしてもどん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 とこう、まあ、ミニバン化しちゃう中で、こういうのがあるとね、若い子遊びに行くのにね、本当に今言ったボディーボードとか、そうですね、まあ、ゴルフとか、そういったところでこれで行けるもんね、かっこよさと実用兼ね備えるで、まさに速攻だと思うんですよね。これをだからファミリーカーとして見ると、ドア4枚じゃなくて3枚しかないとか、まあ、後ろの席に人を子供とか座らせるってすると、それほどそんなラゲッジが広くないと、でも2人で使うとなるといろいろ可能性広がりますね。そうですね、で要はメーカーの責任の中にやはりそういう選択肢を提供するということがあると思うんですけれども、やはりお客様の車の使い方というのがまず先にあって、その中でどういう使い方に合わせた選択肢をどう提供していくかと、でまあそのミニらしい解釈というのが今回のクラブマン、今選択肢っていうのが出たんですけれども、まあ、ミニがあったと、でクラブマンが出たと、今後のロードマップみたいなのを教えていただける範囲でお願いしたいんですけれども、あの公表されているものでは、SUV、私ども SAB という言い方をしますけれども、あれはドアは5枚ドアですよね。そうですね、はい、あのドアの枚数が増えて、まあ、4駆になるのか2駆になるのかまだ決定はしてませんけれども、そういうユーティリティ性の高いより高いですね、あのモデルの開発というのは進んでます。なるほど、ね、一部コロラドって名前で報道されてますけどね、なかなかかっこいいんだよね。かっこいいね、かっこいいですよ ね、自分で言ってかっこいい私もすごいまだあの雑誌でしかですね見てないもんですから、早く実物見たいなと思ってるんですけど、そう、はい、じゃあね、あの、まあ、ご本人目の前にして評価するのもなんですが、いやいやいや、はい、チャートをね、いきますよ、はい、はい、じゃあここでこのハンドリングからいきましょうか、ね、ハンドリングからいこう。これはね、とてもハンドリングのいい車です、ですごく良くて、ただその僕は普通のミニってね、こんなにワインディングを楽しく走れる車他にないぜって言ったぐらいね、すごい車だ。それがやっぱちょっと大きくなって伸びて重くなったっていうことでは、若干それはマイルド方向に来てるのかな、ただ走りの質感硬くてもカツンと角の立ったショックが来ないとか、それからまああの NA 普通のクーパーの方になったら乗り心地はとってもいいんでね、そういう意味ではこれ4点十分に与えてもいいと思います、で下に行ってもらって家族、これね実はお父さんとお母さんと子供のマークなんだけれども、 その子供がいる家族にとっては3ですよ、これは、そらそうだ、やっぱり4にはいかない、でこの真ん中の子供がいないカップルであれば、これは5をつけてもいいかもしれな い, 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 かもしれない、だからその家族ということを考えると、まあ、もろ手あげとお勧めしないけれども、ただ普通のミニじゃ狭いのよねって奥さんが抵抗している人にとってはいいエクスキューズになるかもしれないですね。 いいよね、そのちっちゃいドア分だけでも相当違うし、後ろに乗って今ほら膝の前の感覚、そう、これほんのちょっとでも相当違う感じするもん、そうだね、それは本当にだからファミリーで使えるこう可能性も出てきたという感じですね、じゃあ次、まあ、荷物の、これはね、まあ、詰めるようになったとはもっともっと詰める車はいっぱいありますよということで3にさせていただきました。でコストパフォーマンス、これね、3に最初点つけたね、迷いが感じられるね、ちょっと高いかなと思ったんだけども、4、これね、
このねカタログを見て僕びっくりしたんだけれども、ちょっとこれ映してください。これねなかなかこれ質感がね、テレビで出ないかもしれないんだけど、例えばカラーバリエーション、これディーラーにある色々見本みたいなね、こう光ってるでしょ、ね、光ってるでしょ、でこの、一番またね右に行ってもらって、この今の原車と同じ色がね、この原車と同じ色、本当にバッチリ色が出てるんだよね、全く変わんないでしょ。これを見て、原車を見て色が違うってちょっとげんなりするってことあるじゃないよ、カタログ。そうそう、でも今回これないんだよね、本当金かかってるでね、まあカタログだけで言うわけじゃないんだけれども、そのディーラーの作り方とかね、そういうものも含めて僕はこれはねやっぱり高級車だと、質感の高いクオリティの非常に高い車だということで、コストパフォーマンス絶対的には安くないんだけど、4をつけました。で最後のこれはまあ自分がどのくらい気に入ったかっていう結構個人的な思いなんだけど、やっぱ後ろの形は僕普通のミニの方が好きなんですなるほど。でだから、あの広くなったのは分かんないけど、僕だったらの、まあ、オリジナルの方がいいかななんて思いつつ、1減点1で4、でも全体としてはとてもクオリティの高い車だと思いますね。そうだね、これでも悩むとこだよね、カップルがさ、あの車を楽しむのにオープンのミニもあるわけじゃない、ね、そしてあとはこの遊びたい人はこのミニもあるわけじゃない、でもミニってモデルチェンジがすごく難しい車ですよ ね、 そうですね、大きく変えるわけで、変えたらミニじゃなくなっちゃう、そういう意味ではモデルバリエーションを増やしていく、というのがすごく重要になってくるんでしょうね。そうですね、あのやっぱりラインナップをこう増やしていって、でその核となる製品にまずハッチバックのミニがあって、でその脇にクラブマンがあってと、ですから私自身も、まあ、その両側にどういうこの広がり方をしていくのかっていうのは非常に楽しみにしてますね、なんかもう、勝手に想像するとこれをバコンと上から潰してね、高性能エンジン積んじゃって、なんかスポーツカーみたいなミニがあってもいいと思うし、あとはまあ SUV 的なものが背の高いのが出てきたりとか、これをベースにいろいろこう考えっていうのは ねアイデアって浮かんできますね、手始めに218馬力のエンジンを積んだホットモデルが今年後半に出てきます。あら、それはどのボディに？ハッチバックですね。はあ、はい、これは相当楽しめそうですね。そうですね、もうですからぜひ一度ねお店の方に足を運んでいただければと思います。また見に行って店に足を運ぶと本当にあのなんか楽しいですよね。そうですね、で買うと値段以上になんかもうどんどんこう選び始めるとオプションつけてっちゃってそうだよ、ね、とんでもない値段になっちゃうんですよねそうですね、大体ユーザーの方5、60万はオプション平均で買う感じですか。そうですね、平均すると大体50万ぐらい、それを楽しむ車なんだよね。そうだね、だやっぱりある程度あの僕らの番組でも提案してるこの車が家にあったらどうライフスタイルが変わるかなっていうのを一番具現化しやすいんじゃない、そう思うね、さあということでね、話いただきましてありがとうございました、ありがとうございました。自動車に関するさまざまな話題をニュース形式でお届けする週刊自動車ニュース、今週はこの話題です。はい、あのボルボから新しいスタイリングコンセプト R デザインが登場しました。 R デザインの R はリファインメントの R、 洗練の意味が込められた今回のシリーズは数々の特別装備を採用したボルボのプレミアムスポーツで、クーペの C30、 セダンの S40、 そしてワゴンの V50 にそれぞれ設定されます。マゴロさん、この R デザイン、まあ、具体的にはどんなことが言えるんですか。いや、このねボルボの R っていうのがリファインメントっていうのが今回実は初めて知ったの。あ、そうなの。っていうのは昔から 850R とかね、R のついたボルボってものすごくその高性能なモデルだったから、なんかレーシングとかなんかそんな感じだと思ってたんだよね。リファインメントだったんだね。そうよ、洗練された感じの、ほらエアロだったり、そうだね、洗練されたグリルだったり、まあいろいろ変わってるんだけれども、でも実はね今回のこの R デザインって中身を見ていくと、エンジンの最高出力なんか同じ、でまあサスペンションはスポーツサスペンでちょっと車高が下がっているんだけれども、走りとして昔の R のついたボルボみたいに過激なモデルではなくなったから、なるほど、でだからそういう意味じゃ本当にこれでリファインメントになってきたんだなと思うと同時に、まあでもリファインメントって言っても R っていうねアルファベットが想像させるようなスポーティーな、あのかなり予想になってきたんで、どちらかというとその
抑え気味のキャラクターを持つね、うん、ファミリーという、まあ、そんなイメージを持つボルボが、うん、ちょっとこの R デザインきっかけに、うん、モダンだったりスポーティーだったりっていう方向性を打ち出してきてるんだろうなという気がしますね、うんうん、まあ、価格的にも例えば C30 の T5 でいうと25万円高、うん、とっつきやすい価格でボルボがファッション性にも進出してるよってところをアピールしやすくなってるんですね。本当にボルボって昔はレンガみたいだって言われて真四角だったでしょ、うんうん、でも本当は最近変わったよね、デザイナーも変わったしね、あと革ジャン着た感じのね、そうちょっと不良っぽいそうそうそうおじさんが、だからあの人のアピールがこういうところに出てきてるんじゃない、そうだと思う、うん、だからまあボディキット C30 なんかに関して言うとね、ボディキットを違う色にするっていうのも手なんだけれども、うん、こう真っ黒っていうのも結構インパクトあるよね、黒いボルボ、ボルボの黒ってあんまりイメージないね、だからなんかどっちかというと今までキャンプ場とかさ、うん、週末の行楽地っていう感じもあったけど、うん、これはなんか夕方のね、うん、とか夜の都会が似合う初めてのボルボかなっていう気がするね、あるデザインね、一回確かめてみたいですね、はい、以上週刊自動車ニュースのコーナーでした。続いてはプレゼントです、ご覧の自動車専門誌、オートカージャパン、カー&ドライバー、カミオン、ザ・マイカー、トレンドワゴン、ドライバー、ナビ、ニューモデルマガジン X、 モーターファン別冊、この9紙の中からご希望の雑誌を抽選で90名様に無料でお送りいたします。それともう一つ、BMW よりミニクラブマンのミニチュアカーを2名様にプレゼントいたします。お申し込みの方法ですが、郵便はがきにご希望の雑誌名をお書きの上、住所、氏名、電話番号、そして番組に関するご意見、ご希望をお書き添えの上、ご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK のホームページまで遊びに来てくださいね。なお当選者は発表は商品の発送をもって返させていただきます。さて今日はミニクラブマンですな、うん、実はね、うん、とあるファッション誌で、うん、ファッション関係の人たちにアンケートを取ったことがあるのね、うん、ほうほう、で1位は、うん、実は別の車スマートだったんだけれども、うん、このミニがね、ミニとクラブマンを合わせると実質1位だったんだよ。へえ。やっぱり依然としてファッション関係とかね、うん、そういうこうライフスタイルとかそのデザインとか、うん、そういうものにこの感度の高い人たちの中では、うん、本当に人気が高いモデルなんだよね。なるほどね、うん、でなおかつそのやっぱりそういうモードとかトレンドに乗ったものっていうのは、うん、古くなるとちょっと、うん、だんだん勢い落ちてくるでしょ、まあね、そうね、そういう意味ではそのどんどん新しいものを提案していくことで鮮度を保っていく、うんうん、それが今度のクラブマンによってやっぱりこう成し遂げられたというのはミニにとってすごく大きいことだと思いますね。そうね、単に長くなったってだけじゃなくてね、そりゃそうだ、うん、なんかお花屋さんとかね、それからまあスタイリストさんとかね、うん、こういう荷物をたっぷり積んで仕事に行く人がこうミニのハッチバックだけだとちょっと使えなかったな、うん、こんな人も使えるだろうし、うん、でお花屋さんなんかはやっぱりそれで配達するのもそうなんだけれども、うん、店先にこういう車を置いとくことで、うん、店の雰囲気って全然変わってくるよね、うん、そりゃそうだよね、うん、自分たちの打ち出していくコンセプトがさ、うん、ね、まあこいつは失礼だけど軽トラがポンと置いてあるお花屋さんとそう、ね、ミニのクラフマンがひょいと置いてあるお花屋さんと、これ置いてあるところが綺麗にセンスよくアレンジしてくれそうな感じがするもん、うん、するよね、うん、しかもなんかこう泥まみれのまんま店先に置いておくわけにいかないでしょこれだったら、うんうんうん、ね、うん、でも軽トラの場合には例えば植木をそのままコンコンと置いても大丈夫、うん、とすると確かにね、自分たちの感性を売ろうと思ったらこういう車を置いとけるんだろうな、うん、で一般のユーザーにとっても、うん、自宅のそのねカーポートガレージにこういう車を置いとくことによって、うん、あなるほどあの家にはああいう人たちが住んでるんだなっていうのをアピールできるでしょ、うんうんうん、そりゃそうだ、うん、でそこが、まあ、もちろん乗って感じることっていうのは車にとって本当に大事なんだけれども、うん、プラスどんな車に乗ってるかっていうのでその人を表現する、うん、そのために車って重要なツールでしょ。そうね、だってそのどんな家住んでるかっていうのはさ写真を人に見せるわけにもいかないから、うん、ないからね、 ね、でそういう意味ではその車って、うん、
そのライフスタイルなりその人のセンスっていうのを表すね、うん、最高のツールなんでね、うん、そうね、まあミニってそういうところにうまく乗っかったよね。乗ったね、うん、だからこういう車がねもっともっと個性豊かにさ各社出てきてほしいなと思う反面、うん、このミニの進化っていうかさっき言ったバリエーションがどんどん出てくることにも興味そそられるよね、うん、でだって同じミニばっかりじゃ今言ってるのにさライフスタイルを提案するにはね、そう、あまだミニですかって言われる日が来ちゃうわけでさ、そう、うん、だからってこれを斬新にデザイン変えられないわけで、ミニじゃなくなっちゃうからね。なくなっちゃうからね、うん、でも差し当たってその218馬力のホットなやつですか、うん、それ乗ってみたいね。もうだからそうやってとんがるものをとにかく出していくことによって、うん、一番の量販モデルの鮮度が保たれるっていう、ね、そりゃそうだよ、うん、ことになると思うんだよね。そう、でそういう意味じゃうまいよね、商売が、うまいね、うん、いや考えてもうまい、うん、うん、だし大体ね今日の伊藤さんのあの眼鏡なかなかあの眼鏡普通にできないよでもそういう人が乗って似合うような車だからこそ、うん、ショールームに来て、まあ、伊藤さんは普段はいらっしゃらないんだろうけどさ、うん、あなるほど自分もこんな風にとんがっていられるんだなっていうふうに思えるじゃない、うん、逆にミニを買うことによって、うん、そういう眼鏡に変える、あなるほど、おしゃれにこういい、ね、もう一回ねチャレンジするとかね、いいかもしれない。だからさ、うん、それをさちゃんと2人で見に来てね、カップルで、うん、でお互いにそのセンスをこう高め合いながら、うん、車生活を楽しんでいく、いいね、いいね、我々がいいなと思うまさに車生活、うん、そこにあるような気がするね。あるね、うん、まあだからそういった意味ではミニを置いているガレージを訪問するようなそんな番組をやってみたい ね、 いいね、はい、また来週。この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。